野健一君、宮古市堀康介君、細田博之君。なぜ混ぜてるだけで全然見てないんだよ。以上をもちまして総裁選挙は終了いたしました。皆様方のご協力に感謝いたします。ありがとうございました。我々はこの選挙に勝って、そして立派にこの国の再生を果たし、改革を成し遂げ、さらなる一歩を進めていかねばならぬと決意を新たにいたしております。ありがとうございます。麻生さんは健全な保守と言っていい政治家だと思いますので、まあ、ろくでもねえようなことはやらかさねえだろうと、そういう安心感がありますね。